おめでた、うん、おめでた。みんなでおこたでテレビ見てお正月楽しいね。わかる、正月ってテンション上がるよね。別に何も変わらないんだけど。もう休む。おやすみなさい。よし、雪だ、かわいい、すごい雪。何そのコート、バチカワ。今年は割と積もったな。おい、やばいって、こんなかわいい子の兄ちゃんやってるってマジ誇りだわ。生きててよかった。ね、雪だるま作りたい。雪だるま作るか。じゃあ七子がエルサかな。雪だるま作ってやりたいが、医者にかがむなって言われてるからな。任せろ、スバルがかがんでやる。腰やってんのか。兄ちゃんは一緒に作ろう。やったやったね。雪だるま作ろう。あんまりはしゃぐなよ。お医者さんとこ行くのが長引くぞ。うん、あのね、今ね、仮退院なんだよね。はい、一緒に作ろうね。寒かったらすぐ家に入るんだぞ。約束できるな。はい。いや、わかる、このコート本当に可愛い。何なんだろう、フォルム。堂島さん、上着着ないんすか。お兄ちゃんすごい。すごいでしょ。任せな。どうやったらそんなに大きくなるの。七子への愛情かな。根性だ。病院の漫画で読んだ。いいね。根性あるとね、カエルさんがお友達になってくれるって。なんだっけこれ、これなんだっけ。やばい、わかるけど名前が出てこない。あの T シャツに T、 あ、ど根性ガエルだ。じゃあ七子は楽しそうだ。よし、両方ともそんなもんでいいだろう。お、こっから俺も参加だ。仕上げくらいいいとこ見せさせろ。ちょっと待って、堂島さん、仕上げってそれ腰いく言わすんじゃ。まあまあ、みんな作ろうや、任せた。堂島さん、それ、おお、見てろ、まだまだお前には負けねえぞ。本当にマジで気をつけてね。冬に腰言わすのマジでやばいぞ。よっと、大丈夫堂島さん。ナイス、小ぶりだがなんとか形になった。できた。できたね。まだのっぺらぼうだぞ、顔を描いてやらないとな。はあ、ほんま七子かわいい。なんなんこれ、やばい、冬の七子マジで。え、七子って人間か。顔描くの。顔描こうね。何で描く。ねえお兄ちゃん、クマさんみたいにしたい。クマさんか。じゃあちょっとね、あ、え、クマ、ちょっと、え、クマやめない。クマさんみたいにできる。任せろ任せろ、雪だるまをクマ風にアレンジしてみることにした。クマが毛むしるところから始めないと。うんま、クマさんだるまだ、かっこいいね。このまま札幌雪まつりに出店しよう。うまいもん、よかったな七子。七ちゃん、よかったね。ありがとうお兄ちゃん。あ、いいんだよ。七子はとても喜んでいる。頑張った甲斐があったようだ。そろそろ中に戻らないと風邪ひくぞ。お、もう？わかる、なんかさ、雪で遊んでるとき寒くなくなるんだよね。あったかいもん入れてやるから。ま、と言ってもコーヒーだがな。ねえ、こんな神イベントじゃんこれ。七子で雪遊びで堂島さんのコーヒーが飲めるとかいう。うん、甘いやつ。スバル、あの戸籍移していいっすか。ちょ、堂島スバルになっていい。ちょっと堂島家に入りたすぎる。明日からまた病院だって。体もうどこも悪くないのに。でも七子ちゃんといい子にしてる。帰ってきたらまた雪だるま作ろうね。はあ、俺と七子は明日からまたしばらく病院だな。